歌に上手いとか下手だとかそんなのは関係ない。彼らの共通点、それは全員が65歳以上、何より歌うことが好き。それで引き寄せられるように集まったクールで活かしたボーカルグループ、ワンボイス。初のワンマンライブボリュームゼロ、前日最後のリハーサルが行われた。いつもとは違う力の入れようがメンバー一人一人から伝わってくる。この1ヶ月余り、基礎的なリズムからダンスの振り付けを体が覚えるまで何度も何度も練習してきた。ですね、皆さん少し緊張感も出てきつつ、でもマイペースな方が多いですね。私の中では70ぐらいかな。で、本番までには120ぐらいまで持っていきたいです。8月6日、ワンマンライブ当日の朝、会場の準備も着々と進み、メンバーも次々に会場入り。楽屋の中でも外でも本番直前まで入念にチェック。今オープニングの方から、結成から1年半、その集大成を披露する。さあ、いよいよ本番。そして10月15日には浦添手凧大ホールで沖縄ジャズヒストリーコンサートへゲスト出演が決定した。ビッグバンドとの共演でさらに会場を魅了することだろう。